皆さんこんにちは、小坂明子です。4月28日に大阪フェスティバルホールで開催されます美少女戦士セーラームーン25周年記念クラシックコンサート、ゲストとして私はまたピアニストとして登場します。もう毎日練習ね、頑張ってるんですよ。どんどん腕が太くなる、困りますね。でも大阪は地元ですから、ますます2回目ということもあり、頑張っていい演奏をさせていただきたいと思ってますので、絶対に絶対に聞きに来てください。また大阪公演では石田洋子さんとのスペシャル、この日だけしか聞けないタキシードミラージュお送りしますので、これも最後までですね、ずっと席に座って待っていていただきたいと思います。どうぞお待ちしてますので、よろしくお願いします。